これとディズニーの意外な事実。その1、ディズニーは第二次世界大戦中にリベレーターというスパイスでピストルの説明書のイラストを描いていた。文字の読めないゲリラとかでも分かるようにイラストだけで描かれました。ちなみにリベレーターの製造コストは当時の金額でなんと約2ドル、現在だと約17ドル程度、つまり2300円くらい、東京マリンの親子キャンド代より1000円以上安い。リベレ